皆さんこんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2009年9月16日に行われた第57期王座戦五番勝負第2局、羽生善治王座と山崎孝之七段の一戦を最新 AI 水晶電流3を使用した評価値グラフを添えてお送りするよ。さて、なんでこんなことをするかといえば、前回話した通り、この将棋は知る人ぞ知る対局で、山崎七段の投了後、羽生王座が、この対局は難解でまだまだこれから、むしろ私の方が悪いだろう、という旨を言った、とされる、いわゆる羽生の説教と言われる対局だ。第一局はケチョンケチョンにやられた山ちゃん。不退転の覚悟で臨む、後手番の第二局。果たして本当に投げるのには早かったのか？勝ち筋は見えているのか？そのあたりを流れに沿って見ていこうね。よし、早速行ってみよう。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回はマリサが先手、羽生王座。霊夢が後手、山崎七段だよ。それでは、お願いします。7六歩。3四歩。さて、何もさせてもらえなかった第一局。2六歩。ここで負けると角番、落とすわけにはいかないね。3二金。角道を開け、睨み合ったままの立ち上がり。7八金。まずは戦型の絞り込みをしていこう。8四歩。2五歩。さて、一般的に戦型誘導は先手がするもの。でも第一局、私は先手にもかかわらず、後手に仕掛けを許し、終始ペースを握られてしまった。あれは悔しかったなぁ。なので、今日は私から動いていって、主導権を握っていきたいね。そして今、お互いに角道が空いていて手番は私。この形になると、向かう先は主に2パターン。横歩取りか、あるいは一手損角代わりか。そう、そしてこの局面、8筋の飛車先が4段目まででとどまり、桂馬が跳ねる余地が残されている。7七をいつも通り銀で塞いでも、桂跳ねで当たりをつけられ、面倒くさいな。これが右四間との相性抜群で、うまくはまれば、一気に決めることができるのね。先手が攻めて後手が受ける。これまでの常識を覆し、しかも、良くないとされている手損をあえてすることで、盤面に歪みを作る高等戦術だ。だが、その道は非常に難しい将棋になるぞ。ふん、何を言ってるの。そもそも相手は絶対王者の羽生王座。難しくないわけないじゃない。むしろ、当たり前のことをしていては一局目の二の舞。ここは覚悟を決めて仕掛けよう。8八角なる、一手損角代わりで私のペースに引き込もう。同銀、その覚悟とやら、見せてもらおうか。でもまずは、2二銀、最低限の駒組みをしていこう。3八銀。3三銀。戦術の通り、7七銀は狙われやすいので、6八玉、型を保有しつつも連結を作ろう。6二銀。どうやら早い段階での右試験はなさそうだ。7七銀。ここで銀を上げ、上部への備えにするぜ。6四歩。それでも、攻めの中心は6筋からの攻め上がり。2七銀。対して私は棒銀の方針だ。ということは、6三銀。盤面右側の強襲を狙っていそうね。2六銀。後手の体勢が整う前に襲いかかりたい。1四歩。銀の進路を抑え、期待作戦を取るわ。3六歩。ならば逆の、3筋に争点を作る。4四歩。桂馬の援軍を牽制しておく。さて、ここで一度立ち止まってみよう。戦型は一手損角代わり、通常は後手から攻めていく戦型なのだけど、本譜では、先手の羽生王座が、最短の攻撃、棒銀を使って右側から仕掛けようとしているね。通常は後手一手損、先手棒銀の場合、先手側からの仕掛けは一筋を使い、銀強交換を経て端を制圧するのが定石とされる。そうね、私も盤面右からの攻めを見据え、王様を居玉のまま保有、戦場に近づかないようにしているわ。対して私は、後手が腰掛け銀を目指しているのを確認、桂馬が跳ねるのもすぐではないと見て、攻められる前に攻めてしまおう、という方針だ。戦場は完全に右と捉え、9筋や1筋の端歩を省略、その分を先制攻撃に当てている場面だ。私は若干狙いを外されている感はあるけど、その分、先手はだいぶ無理をしている様子、激しい攻防が繰り広げられるのが目に見えるけど、裁き切って反発すれば、勝機は見えるはず。何はともあれ、急戦模様の回戦前夜、覚悟はいいか？私はできてる。もちろん、かかってきなさい。3五歩。よし、それならクリークだ。5四銀、取り込めば攻めを呼び込むだけ、ここは引きつけるわ。3四歩。同銀。こうなれば戦場は完全に3筋近辺。7九玉、王様は極力戦場から遠ざけよう。
5-2 金、王様周りに厚みを作り、受けの姿勢よ。5-8金、ある程度膠着状態が確保できたところで、9-4歩、先手玉方面、9筋の端に直回を入れる。3-7銀、ちょっと飛車先の重しをほぐしておこう。4-3金右、続けて歩を消し、手の幅を広げる狙い。2-4歩、手元の歩を2枚にすれば、やれることは広がるな。同歩。同飛車。上部に押し上げつつ、手元の歩も節約よ。2-3金、金銀4枚、スクラムを組んでじわじわ進む。2-8飛車。先ほど手にした歩を使い。2-7歩、飛車を浮き上がらせ、裏に隙を作る。同飛車。3-8角、落下さんの馬を作ってかき乱すわ。2-8飛車。あとはこの馬をキープできれば、4-9角なる、先手の攻め駒を、強撃に持っていけそう。1-6角、馬にぶつけながら、後手陣も睨む。2-7歩、そのどちらかに働きを限定させたいね。同角。角の利きが守りのみになったところで、3-9馬、飛車桂に当て、交換の7に取る。5-6歩、角の斜線の先、5筋の銀に狙いを定める。3-3桂、攻め駒を追加し、飛びかかる準備よ。むむむ、ちょっとこのスクラムは厄介だな。突破するにしても、金銀4枚で組まれたのでは、いかんせん駒の数が足りず、飛車角が吸収されてしまう。そして何より、裏に潜む馬がとても不気味で、いざ正面からぶつかっても、後ろから寝首をかかれてしまう。ちょっとこの馬、なんとかしたいな。だが、直接飛車馬交換をするには、銀がどけば飛車が取られ、飛車がどけば桂馬が取られてしまう。重しになっている角がさばければ、上部へ進み、大駒の交換に持ち込めそうだが、そうすれば、捨て身の総攻撃に出ている後手陣は無防備、一気に押し返すことも可能だな。よし、ちょっとやってみよう。5-5歩、まずは銀に当たりをつけ、一つ引き込む。4-5銀右、攻め手が進むのは、こちらとしても願ったり。1-6角、これで一旦飛車が上部に抜けられる。2-5桂。2-6飛車、飛車はくれてやるからそちらの馬をよこせ。2-4金、焦らず、着実に圧力をかける。4-8銀、馬に当て、交換の準備は万端だ。1-5金。3-9銀。シンプルに馬飛車交換というわけでなく、2-6金、取る手がそのまま角取りにもなるね。4-9角。確かに自陣は薄くはあるけれど、3-7桂ならず、文字通り、なだれ込む攻撃といこうじゃない。同桂。同金。一気に来られると、ひとたまりもないな。8-8玉、入場し堅さを確保、我慢の体勢を取ろう。2-9飛車、ここぞとばかりに畳みかける。なんの。3-5歩、金銀をつなげる、中継役に働きかけよう。3-9飛車なる、角を避けつつ、もう一度後手陣を覗き込む。1-6角。それでも、自力に届くにはまだ距離がある。6-9銀、攻め合いで十分と見て、割り打ちをかける。6-8金右。金には竜の紐がしっかりついているので、6-5桂、別口から包囲を進めていこう。6-6銀。攻城線の体勢を作ったところで、1-5歩、自陣を狙う、角に働きかける。3-4歩。こういう攻め合いで、王手は絶対正義。7-8銀なる、必ず手番を奪い返せるからね。ぐぬぬ、同金。1-6歩。角を一つ取られはしたものの。2-4角。今度は直接的に王手をかける。4-2角。角をぶつけて形を変える。何のこれ式。3-3銀。こういうギリギリの場面こそ、凡手は妙手に勝るもの。どっかの誰かが得意なガジガジ攻めだ。数で押し、後手の守りを削ってくれる。確かに、この強引なまでの攻めは、どこか気迫めいたものを感じるわ。気をつけて受けないと、一気に食いちぎられそう。3-4銀、金を引いた後、上部から抑えられるのを先受けよ。4-2銀なる。同金、確かに、見た目ほど簡単な攻めではないが。7-1角。強撃体勢の勝負手に、後手はどう受ける？確かに、このまま両サイドから攻められるのはとてもきつい。しかも今回は、先手の手元に銀桂がある。一つ間違えればやられてしまいそう。でも、せめて片方だけでも処理をしないと。2-3歩。おっと、後手は角を処理したいようだが。8-2角なる、果たして狭いスペースを、くぐり抜けられるかな？なんですと？2-4歩。
抑えの角を奪われはしたものの。3一飛車、逆に手にした飛車が、大いに働いてくれそうだ。4一金打つ。そして銀を抜いてしまえば、3四飛車なる、あとは自陣の飛び込みに、気をつけて寄せていくだけだ。これはいつの間にこんなに悪く？さっきまで金駒の大軍で押し寄せて、先手玉の方へ押し進めていたはずじゃ。それがいつの間にやら竜と馬に挟まれて、しかも先手の手元には、金駒に飛び道具も控えている。今この瞬間、大手はかかっていないけど、でも、逆転しろと言われてできるかな。無理そう。負けましたー。ありがとうございました。終盤に受け間違えた、というところかな。そこまで順調に攻めていて、先手玉の方位も進み、いざこれから寄せよう、というところに勝負手の連続で、薄い後手玉周りをなんとかしのいでいたところ、気がついたら大駒に囲まれ身動きが取れない、この落差にやられてしまった雰囲気だよな。ここから続けろ、と言われても、先手玉に攻めが届く見込みが立たないんだよね。63手目、後手の攻勢が激しいと見て、囲いの中に入場したのが、最終盤に効いた印象だ。7、8の金がうまい具合に攻めを防ぎ、なかなか詰みづらい環境にあるな。この投了図の場面、羽生王座としては、まだまだ勝負はこれから、という印象だったみたいだけど、そのあたりはどうなんだろう？どちらかというとそれまでの苦しい流れがあるので、しんどいところ、ようやっと逆転した、という印象なんだろうな。というか実は、山崎七段も、投了の直前まで自分の勝ちだ、と呼んでいたらしいんだ。なんですと？実は当時の記事を読むと、投了図の2手前、3一飛車までは、自身の勝ちだと呼んでいたようだ。というと、以下後手4一金、先手3四飛車なる、後手6九角の詰めろで、先手に対応を求めるつもりだったようだが、後手6二玉、先手7一馬、後手6三玉、先手7二銀、後手7四玉、先手7五金、後手8五玉、先手8六銀、後手7四玉、先手7五歩までのぴったりの詰み、これに気づいて、方針を変えるも、そこからの逆転は無理、と判断したようだ。途中まで勝ちを意識していただけに、これは悔しいね。まあ、それも76手目以降、羽生王座が40分以上残しているのに対し、すでに山崎七段派1分勝利、その時間のない中で、よく戦っていたよな。最終的には玉形と持ち時間の残りが勝敗を分けた。そんなところかな？まあ、そんなところだな。勝負の分かれ目としては、83手目の先手7一角。これに対する後手の対応がまずかった、ということかな。ここに関しては戦術の通り、6九角からの詰めろが有効と見て、2三歩、と角を取りに行ったのが、どうやら敗着だったようだ。評価値も一気に触れているね。羽生王座も、7一角打ちの時点では、勝ちの意識はなく、むしろこの感激に対し、山崎七段が強く迫ってくる、と見ていたようだ。では、どうさせばよかったのかな？それに関しては、羽生王座、山崎七段ともに、第一感は6九銀を考えていたようだ。以下先手8二角なる、後手7八銀なる、先手同玉に、後手2八竜から角を抜けば、長くなると見て、持ち時間のない山崎七段は、長期戦は不利と見て、本譜のような選択となったようだ。自玉が薄いからこそ、難しい読みの連続を、回避したい、と考えていたんだね。しかし、それ以外の選択肢は先手に触れるという、なかなかタフな局面でもあったわけだな。やっぱり将棋は難しいね。この結果を受け、この5番勝負は羽生王座の2連勝、次戦は山形県天童市、小白亭東荘での対局になったわけだ。あれ、この名前どこかで、ああ、うぷ主の友人が経営している旅館だな。今クラファンをやっていて、かなり充実の内容らしいぞ。唐突な宣伝で草、概要欄にリンクを貼っておくので、温泉と猫が好きな方はぜひ参加してくれ。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それではこの辺で。バイバイキン。